大島めぐみ、大島めぐみ、大島めぐみ、1975年9月4日隊は、埼玉県熊谷市出身の日本女子、陸上競技選手、プロランナー及び指導者。専門は長距離走、マラソン。旧姓は田中。主な実績に、2000年シドニーオリンピック2004年、アテネオリンピック各女子長距離走、日本代表。 1999年世界陸上セビリア大会2003年世界陸上パリ大会各女子長距離走、2005年世界陸上ヘルシンキ大会女子マラソン日本代表など1991年4月埼玉栄高等学校に入学同陸上競技部に在籍同高校3年生だった1993年12月全国高校駅伝大会に出場 1994年3月に、高校卒業後、同年4月に、朝日銀行、現、埼玉リソナ銀行を入社、同城市陸上部に所属。2003年3月に、埼玉リソナ銀行の陸上部配部に伴い、同年4月に、医療品販売業の島村遺跡。2004年に黒潮通信所属、当時、現日清食品で4歳年下の大島健太と結婚 実は初代表は2000年9月のシドニーオリンピックだった。女子5000メートルに選出されての出場となるも、予選レースで9着に終わり決勝進出はならなかった。他、市川良子、清水道子どもに予選敗退。2002年3月の名古屋国際女子マラソンで初マラソンに挑戦。26km 付近で同じく初マラソンながら、 初優勝を果たした野口瑞希のスパートについていけず 30km を過ぎてからは2位の大南博美にも追い抜かれたものの3位の好成績を残したこれを機に長距離トラック種目からフルマラソンまでこなせるランナーへと成長する2度目のマラソンだった2003年1月の大阪国際女子マラソンは中間点あたりまで先頭集団のハイペースについて言ったが 中間点を過ぎてから徐々に遅れて後退し、結局7位に終わった。アテネオ,オリンピックの女子マラソン代表、国内選考レースだった2004年3月の名古屋国際女子マラソンでは、32km あたりからじわじわとサレコを引き離して先頭に立ち、35km 地点では11秒の差をつけ勝負あったかに見えた。しかし3 5を過ぎてから、 ペースダウンとなり、追い上げられたとさに 37km 地点で、逆転を許して2位でゴール。惜しくも、女子マラソンでの逸話代表を逃した。その後、2004年6月の日本選手権、女子1万メート m では、気温30度近い高温の中自己記録で2位に入り、トラック種目で2大会連続2回目の逸話代表入りを果たした。 同年8月のアテネ五輪女子1万メートルでは残りトラック1周手前で優勝争いの先頭集団に周回遅れにされてしまいメダルも入賞争いにも加わることはできなかったが日本人ではトップの13位だったほか、広山晴美は18位福祉海横は26位翌2005年3月再び名古屋国際女子マラソンで優勝を狙うものの 初マラソンの原由美子にわずか6秒差で敗れ、マラソン自己記録をマークしたがまたしても2位に甘んじる。しかしながら、この成績で、世界陸上選手権ヘルシンキ大会の女子マラソン代表に選ばれた、世界陸上日本代表としては長距離走種目も、含めて通算3回目の出場。2005年8月の世界陸上女子マラソン本番では、 序盤から優勝したポーララドクリフラの高速ペースについていかず、次長8位入賞にあと一歩届かなかったものの後半に追い上げて10位に入った。なお、女子マラソン団体戦では日本代表として銀メダルを獲得している。2006年2007年は怪我のためにマラソンへ出場できずトラック競技や駅伝の方に重点を置いていた。また、2006年9月の 一ノ関国際ハーフマラソンでは大会新記録で優勝している。約2年半ぶりのマラソン出走となる2008年3月9日、開催の名古屋国際女子マラソンに一般参加選手として出場。同年開催の北京オリンピックの女子マラソン代表を目指したが 30km 手前で優勝争いから脱落、終盤に追い上げたものの6位に止まった。その後、 同年6月の日本選手権は欠場したため、トラック種目での北京五輪代表維持も断念。日本女子陸上選手としては、広山春美らに続く、3大会連続の逸話代表はならなかった。2008年10月15日、所属先の島村を退社。翌2009年2月23日に妊娠4ヶ月を迎え、2009年9月14日に長男を、 出産したことを自身のブログにて公表した。2010年12月12日、2年ぶりのマラソンとなる、ホノルルマラソンに出場、7位でゴール。2011年2月20日、横浜国際女子マラソンへ、約3年ぶりの国内メジャー大会に出走したが、25km を過ぎた後リタイアに終わる。2012年3月11日、 ロンドンオリンピックの国内最終選考レースとなる名古屋ウィメンズマラソンに一般参加でエントリーしていたが故障が回復しないため欠場となった。現在も現役プロランナーとして活動する傍らでランニングクリニックの講師や野菜ソムリエ資格を取得するなど陸上競技指導者としても活動中。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。